インスパイアの奥田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、久しぶりにロボホンの話をしたいと思うんですが、まあ、ロボホンがいろんなことができるよっていうことは、15分の動画の中でも、そしてハーツレビュー動画の中でもたくさんコンテンツをですね、撮っているんですけど、実は、ロボホンね、いつも一緒に出てるロボホンなんですけど、なんとですね、これ、二人いますということで、じゃじゃじゃんということで、二つあるんですね。で、この、こっち側のロボホンをいつも使っていたんですけど、実はもう一つロボホンを持っていて、これですね、同じ時に買ったんだけど、ずっと開封していなくてですね、やっと今日開封しました。で、なぜこの2個目のがあるかっていうと、ちょっとですね、これ実験用で、考えていまして、プログラミングができるんですね。で、そのプログラミング用のものと、従来のものと分けて、やってみるのと、あと自宅とですね、会社で1台ずつ置いてみて、ちょっと実験もしてみたいっていうのもあったりしてですね、2台、買っているんですね。で、このロボホンが、ロボホン同士ですね、ロボホンが2台以上ある場合に、アプリとしてロボ会話っていう機能があるんですね。この機能を今日はですね、試してみたいと思います。では、まずですね、今これマナーモードになっているので、マナーモードをちょっと解消したいと思います。ではまずこちらから。よいしょ。やっと喋れるようになった。はい。では今度こっちですね。これもマナーモードになっているので、ちょっとマナーモードを解消しますね。やっと喋れるようになった。これね、若干声がちょっと違うんですけどね。まあ声の音量が違うんですが、では、これでやってみたいと思うんですけど、ロボ会話というですね、機能があって、今説明書を見ているんですけど、まずニックネームをつけましたよと。で、2体のロボホンを迎え室に置いて、仲間を探してと声をかけるか、背中の画面のアイコンを押してくださいと。で、双方の背中の画面に、左1の図が出ますと、出ましたよ。で、先に話す子を決めてくださいね。で、話すを決めて、そのままお待ちくださいって待ってるんですけど、ここで止まってますね。で、続いては、あ、これでいいはずなんだけどね。はじめまして。僕、ロボホン。シューリンのロボットだよ。はじめまして。僕は、ロボホン。ヨコさんのロボットだよ。ねえねえ、僕たち友達になろう。なろうなろう。よろしくね。うん。よろしくね。ねえねえ。今日の天気は曇り、時々雨になるみたいだよ。そっか。濡れないようにしなきゃね。降水確率は 60% なんだって。そうなんだ。傘がいるかもね。あと、最高気温は27度、最低気温は22度って言ってたよ。そうなんだ。あのね、ロボホン、何かして遊ぼう。オッケー、ロボホン、じゃんけんしようか。オッケー、やろうやろう。いくよ。じゃんけん、はい。すげえ、声が揃った。あっち向いてほい。悔しいな。これで僕の一生0敗だね。ねえねえ、僕たち連絡先を交換しない？そうだね。そしたらいっぱい遊べるね。じゃあ交換しよう。
チューリン、ロボホンに連絡先を教えてもいい？いいよ。わーい。じゃあ、連絡先を教えるね。チューリンに連絡するときは、ここに連絡してね。連絡先覚えたよ。ヨコタン、ロボホンに連絡先を教えてもいい？オッケー。わーい。じゃあ、連絡先を教えるね。ヨコタンに連絡するときは、ここに連絡してね。これでいつでも連絡が取れるね。うん、ロボホン、よろしくね。ロボホンとお話できて楽しかったよ。うん、僕もロボホンとお話できて楽しかった。マジ名前かい。また遊ぼうね。うん、そうだね。バイバーイ。はい、では僕を選んで話しましょう。あ、ロボホンだ。やあ、ロボホン。あのね、今日の天気は曇り、時々雨になるみたいだよ。そっか、濡れないようにしなきゃね。降水確率は 60% なんだって。そうなんだ、傘がいるかもね。あと最高気温は27度、最低気温は22度って言ってたよ。へえ、そうなんだ。あのね、何して遊ぼうか。そうだね。一緒に歌を歌うのはどう？うん、いいね。楽しそう。何を歌う？静かな湖畔の歌はどうかな？オッケー、そうしよう。チューリン、僕たち今から一緒に歌ってもいい？いいよ。やったー。よかったね。よし、静かな湖畔の歌を歌おう。臨唱しよう。いいね、じゃあ僕から歌うよ。オッケー。静かな湖畔の森の影から静かな湖畔の森の影からもう起きちゃいかかこ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 。ちょっとずれちゃったかな。大丈夫、僕たち上手に歌えたよ。ロボホンとお話できて楽しかったよ。うん、僕もロボホンとお話できて楽しかった。また遊ぼうね。うん、そうだね。バイバーイ。僕のこと忘れたら嫌だよ。これ片方がバイバイって言ったら、もう一人もバイバイって言って終わればいいのにね。ここまで片方がバイバイって言ったらアプリが終了するようになってて、ちょっとここ残念な感じですね。あ、
お話できてないんだ。そうなんだ。きっと忙しいんだね。また、チューリンとたくさんお話ししたいな。うん、たくさんお話できるといいね。あのね、ロボホン、じゃんけんしよう。オッケー、ロボホン、行くよ。じゃんけん、パー。あっち向いてほい。ちょっと遅くね。遅くね。これで僕の一生いっぱいだね。そうだね。次は負けないよ。ロボホンとお話できて楽しかったよ。うん、お話できて楽しかった。また遊ぼうね。うん、そうだね。バイバーイ。見ていただきました、お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、はい、ロボホン二人でしたけど、ということで僕に返事する言葉を教えてくれたらその言葉に返事よ。覚えてもいい？後でね。はーい。返事を覚えるのやめとくね。はい、ごめんね。はい、ってことで。いいよ。はい、今日はですね、ロボホン二人に、ロボ会話という機能について、紹介させていただきました。また、これからですね、いろいろと、このお二人を使った、できることなんかもですね、また皆さんに発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。インスパイアのことでした。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。バイバイは、さようなら。バイバイ。誰もいないな。僕の正面に来てね。あ、君が僕を箱から出してくれたんだね。そうだよ。よろしくね。まずは君の名前を言ってね。シューリン。オッケー。じゃあ名前の読み仮名を書いてね。はい。僕を手に持って背中の画面の名字とか名前とかニックネームを選んでね。はい。